セルエル様とヘレス様はお元気だ。生きて再び故郷の土を踏むことになるとは。それにしても思ってたより荒れてねえんだな。いや、いいことだけどさ。そうですね。この発着場も草を刈り込んであって手入れされてるみたいです。確かに私が立つ直前は魔物が暴れ回った後でひどい状況だったんだが。でも荒れてるよりもいいですよね。きっと島に残った人がいるんですよ。そうだな、ルリア殿の言う通りだ。この発着場のそばに元は宿場町だった場所がある。案内しよう。町まではもう一駅だ。あれ、あそこに人が。なんだか揉めてるみたいです。なあ、困るよあんた、町までもう一駅だってのに。うるせえな、ごちゃごちゃ言ってねえできっちり金を払いな。約束が違うじゃないか。前払いで半分、町に着いたらもう半分で話がついてたろう。それをなんだって、こんな街道のど真ん中で追加料金だなんて。ああ、文句があるならこのまま置いてくぜ。魔物に襲われねえか見物だな。ええー、いい見せしめだ。荷物ごと魔物に食われちまいな。護衛と物別れしたのか。この辺りは魔物が出るというのに。あのおっさん、あのままじゃ危ねえよな。話聞きに行こうぜ。ああ、どうすれば。おじさん、どうしたんですか。なんだって、ひでえ声だな。許せねえぜ。宿場町を抜けて会議所のある町まで護衛を頼んでたんですが。会議所、初めて聞く名だな。ああ、もともとは王様のお城だったのを今は会議所として利用しているんですよ。なるほど。では貴殿の目的地は城下町か。なあ、おさんの護衛オイラたちが引き受けてやろうぜ。なんと、お願いできるんですか。ノイシュさんもそれでいいですか。実は私が団長殿たちを案内しようとしていたのも城下町なんだ。このまま置いていくわけにはいくまい。どこしよう。ありがたい、このご恩は一生忘れません。そうとなればひとところにこれ以上とどまるのは危ない。先を急ごう団長殿。本当に皆さんには何とお礼を言えばいいか。魔物に襲われる危険はわかるが、あのような男に護衛を頼むのも危ないな。はい、
おっしゃる通りです。ですがアイルスト王国がなくなってしまったので致し方なく。昔はこんなに魔物も多くなかったし、兵隊さんたちが見回ってくれていたので街道は安全だったんですけどね。そっか、そういえば魔物が暴れ回ってるって。それぞれの町や村は復興が随分進んだんですが、行き来ばかりはどうしても。そうだな、魔物が出るんじゃ気軽に隣の町へってわけにはいかねえよな。人でも足りていませんから、ああいう柄の悪い人でも頼らざるを得なくて。すまない、貴殿の事情も考えず偉そうなことを言ってしまった。あ、いえいえ、私が人の選び方を間違えたのは事実ですからね。あなた方のような親切なお方に会えるなんて運が良かった。本当にすまない。団長殿、日が暮れるまでにはまだ時間がある。少し休んでから城下町に出発しよう。お疲れでしょう。あそこの茶屋で休みませんか。もちろんお代は私持ちで。うわー、ありがとうございます。行きましょう。確かに魔物が多いですね。これでも前よりは随分いいんです。王家のご子弟が戻られて復興の指揮を取ってくださって。弟君のセルエル様と姉君のヘルエス様か。あの時はお二人は他国に助力するため遠征に出ておられたからな。父王のコノール様がご存命の頃からお二人は王家の両輪と呼ばれていた。短期間で復興できたのはお二人の手腕と人望の賜物ということか。ええ、全くその通りですよ。このまま柄の悪い人に頼らずに済むようになればいいんですけどね。懐かしいな。驚くほど変わっていない。私が生まれ育った故郷だ。ノイシュさん、あれ、あそこ人だかりができてんな。何やってんだ。見に行ってみようぜ。あ、B さん待ってくださいよ。皆の者、私と弟セルエルに力を貸しここまで復興を進めてくれたことにまずは礼を言います。あれはヘルエス様。おやまあ、ヘルエス様直々のお褒めの言葉だなんてありがたいね。その上で未だ魔物が跋扈し島の中での交易もままならぬ現状を詫びさせてください。ヘルエス様やセルエル様のせいじゃありませんよ。突然魔物が増えるから悪いんだ。今突然魔物が増えたと言った者がいましたね。実はそれには原因があるのです。その原因とは他でもない神竜ディアドラが倒れたことです。ディアドラはこれまでその大いなる力により
魔物たちを抑えてくれていたのです。なんと、まさかあれがそんなことを。あらまあ、初めて聞く話だよ。でもヘルエス様がおっしゃるんだもの、本当なんだろうね。セルエルと私、旧王家はディアドラ、いえディアドラ様の復活の儀を執り行います。これによりアルスター島は古くからの秩序を取り戻すでしょう。忍耐の時は終わりに近づいています。あなた方の強き心に我ら旧王家指定は応えましょう。ヘルエス様、セルエル様、万歳。ノイシュさん、大丈夫ですか？ああ、少しばかり驚いてしまった。ディアドラ復活の儀って言ってたよな。ああ、だが、ディアドラは確かに私がこの手で。神竜と呼ばれる存在を人の手で滅ぼそうなどというのは、思い上がりだということです。ヘルエス様、久しいですね、ノイシュ。そなたの顔は広場の中央からよく見えました。はっ、ヘレス様におかれてはご健勝なご様子で何よりです。堅苦しい礼儀など今はどうでもよろしい。話があります。ついてきなさい。私たちも行っていいのかな。ヘレス様はダメな時ははっきりダメとおっしゃる方だ。おそらく大丈夫だろう。振り回してしまってすまないが、共に来てくれ。ノイジュ、やっと戻ってきてくれましたね。セルエル様、再会を喜び合うのは後になさい。ノイジュ、この方にご挨拶を。我のことなど忘れておるのかと思うておったぞ。お嬢さん、お初にお目にかかります。私はノイジュ、かつてこの国の騎士でありました。初対面とな。そう思うておるのはお主だけよ。どこかでお会いしたことがありましたか。ノイシュ、この方こそは神竜ディアドラ様です。どこからどう見てもエルンの女の子にしか。そこな騎士が我の器を壊しおったのでな。無事だったディアドラ様の核を保護するため、私の魔力で仮の器を作ったのです。仮ってことは、これから復活の儀式ってやつで仮じゃねえ器を作るのか？ほう、人ならぬ同胞よ。察しが良いな。そも、我は300年に一度古い器を捨て、新たな器に核となる宝石を移すのよ。その新たな器を形作る際、我らアイルスト王家の王が魔力を渡し助力をしてきました。その代わりディアドラ様はアルスター島で魔物が暴れぬよう目を光らせてくださっていたのです。白空戦争の時代、星の民に対抗せんとディアドラ様はアイルスト王家と協力関係を結びました。星の民が去った後も、再びの襲来に備えんと、ディアドラ様は王家とこの契約を結んでくださった。そんな契約が。ですが、このルオーはそのようなことは一言も。父王は知らなかったのです。王家の間で起こった様々な事件により、
情報が失伝してしまった。ディアドラ様、我ら王家の不手際をもう一度お詫びいたします。そなたたち子弟の謝罪は聞き飽きた。今さらいらん。ディアドラ様、私は。やれやれ、面白い話はなさそうだ。我は奥で休むぞ。我々は意図していなかったとはいえ、ディアドラ様との契約を最悪の形で破ってしまいました。ディアドラ様を討伐しようと考えるなど、あってはならぬことだったのです。ですが、アルスター島の平和のためには、何としても、ディアドラ様と再び契約を結ばねばなりません。そのためにまず必要なのは、ディアドラ様が新しい器を得られるよう取り計らうことです。我々の横髪破りを、まずは正さねばならない。ということですね。その通り。来て早々、キクーシ殿たちまで長々と付き合わせてしまいましたね。まだ話すべきことはありますが、ひとまず今日は、この会議所の客まで休まれるとよい。お、いいのか？今からでは宿を取るにも手間でしょう。お気になさらず、侍女に案内させましょう。ありがとうございます、ヘルエスさん。音何ですか？わからねえ。でも近くの部屋からだ。音はヘレス様のお部屋がある方からしたようだ。確認しに行こう。なるほど、なかなかの反応の良さですね。今日のうちに人を送り込んでくると。チェッ、そう簡単にはいかねえか。様、ご無事ですか？くそ、護衛が来ちまったか。待て、逃がさんぞ。観念してもらおう。お待ちなさい、ノイシュ。ヘレス様。しまった、待て。深追いの必要はありません。何者なのかは分かっています。襲撃があったということは、策が功を奏しているということ、その確認ができただけで十分です。ヘレス様、それはどういう？団長殿、協力の謝礼です。受け取ってください。